1968年の産 k アトムズでは、1968年の産 k アトムズの動向をまとめる。この年の産 k アトムズは、別所竹彦監督の1年目のシーズンである。富士産 k グループの球団経営参加から4年、チームは、富士テレビ専属の野球解説者だった別所竹彦を新監督に招へ。別所新監督の下 シーズン当初は会に低迷していたが、6月以降は、広島との A クラス争いを繰り広げ、一時は、広島に代わって3位になったが、9月に入ると6、連敗を喫して交代し、結局 B クラスの4位で終了。投手陣では石戸46が20勝を挙げ、浅野啓治や石岡や須藤なども、まずまずの成績を残し、チーム防御率も3.28の3位と検討した。 打撃陣では、前年から加入のデイブ・ロバーツと4番のルー・ジャクソンが、打線を引っ張ったが、それ以外の選手が不審で、チーム本塁打はリーグ4位、三振数はリーグ1位、盗塁数はこの年4連覇達成の巨人の約半分の67個だった。8月以降は B クラスが定位置となったものの、別所監督の1年目は、まずまずのスタートとなった。シーズン終了後、 産業経済新聞社とヤクルト本社の共同経営となったのに伴ってチーム名をアトムズと変更したため産 k アトムズを名乗ったのはこの年が最後になった。対戦成績は巨人に9勝17敗と大きく負け越したが2位阪神には12勝14敗と検討した。ありがとうございます。